皆さんこんにちは、ラムコちゃんです。今日もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。はい、ということでコメント、最近コメントいただいた方です。いつもコメントありがとうございます。ちょっと黒じゃないから見にくいかもしれないです。ごめんなさい。はい、あ、次から黒にしますね、すいません。いつもありがとうございます。ということで、今日はですね、明日島村さんでテラさんの発売、テラさんコラボのお洋服の発売がありますので、何買う動画作ろうかなと思ったんですが、正直最近ね、ちょっと全然何買う動画ほぼ作ってなくって、視聴者さんとか他の SNS で何狙ってますかとか聞かれたり、あとは誰々さんの発売はいつですかとかね。私島村関係者じゃないからちょっとわからないんですけど、そういうことをね聞かれたりするので、ちょっと最近何買う動画を作らなくなった理由とか、そこから波及する最終的には YouTuber の葛藤みたいな話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、最近ちょっとそういう何買う動画とかコラボ商品とかをね買わなくなった理由について、買ってますけどね、買うのが少なくなった理由についてお話し したいと思います。ということで、まずですね、私が何買う動画を始めたきっかけなんですけど、購入品紹介って基本的には買ってきて、はい、こちら買ってきましたみたいな、どうですか、おすすめですみたいな、買ってきて紹介するっていうパターンが多かったんですけど、私は結構昔から人とあんまり同じことをやりたくないっていうタイプだなんですよね。もともとそういう性格だから、なんかちょっと違う動画を作りたいなと思って始めたのが、発売前に何買おうかなっていう、こんな発売されるけど何買おうかなって悩む動画をやり始めたんですよ。で、それこそ当時は私ぐらいしかその何買う動画やってなくって、まあ、少なくとも島村っていうジャンルでは私ぐらいしか毎週毎週やってなくって、でもそれがだんだんこういろんな人がやるようになってきて、一つの何買う動画っていうジャンルになったんですね。ジャンルになるってことは、いろんな人がやり始めるっていうことは、そこに競争が生まれるっていうことで、例えばインフルエンサーさんが夜に何日に この新作発売しますみたいな情報を出したら、もう夜の9時ぐらいから動画の撮影を始めて、変な言葉で言ったら情報屋みたいな、人より早く作ってあげようみたいな、なんか競争みたいな、私が感じてるだけかもしれないですけど、そんな感じになってきて、それがいいとか悪いとかではないけど、ちょっとなんかそういうのに疲れたっていうのと、あとはとにかくインフルエンサーさんのコラボがもうめちゃくちゃ急増したっていうことですね。私が始めた頃は本当に 3,4 人のコラボしかなくって、そんなにめちゃくちゃ毎週毎週何買う何買うって言ってなかったんですけど、最近はもう把握しきれないぐらいのインフルエンサーさんがもう毎週出してて、この日に一人だけとかじゃなくって、この日にこの人もこの人もこの人も出るみたいになってきて、で何買う動画を作るにしてもすごく大変になってきました。あとはまあ単純に目が肥えたというか、インフルエンサーさんもその人の個性があるので、毎月毎月出してたら だいたい似たような服とか系統の服になってきて、あ、こういうのももう持ってるしなとか、あ、こういうの去年買ったしなとか、そういうのが増えてきて、基本的に欲しいものが少なくなった。あとこれはインフルエンサーコラボが急増したことっていうのに付随するんですけど、前の日に何買う動画撮って、当日シマパとして撮影して編集して動画アップして、1日休んでまた情報が出てとかなってくると、本当に他のことに割く時間が取れないというか、言ったら私生活が島村一色になってしまって、まあ正直コラボ疲れ、何買う疲れみたいな、ちょっと疲れたというか、まあ、そういうのが正直なところです。はい、それでそんな私生活が島村一色になってしまった私なんですけど、まあ去年ぐらいからちょっと葛藤、コラボ疲れもあったり葛藤が生まれてて、なんていうのかな、
まあ、最初は初心は自分が楽しいことをどんどん発信してたらっていう感じではあったんですけど、今はちょっと動画のためだけに服を買うことへの自己矛盾みたいなのがちょっとあって、ちょっとそれで減らしてみようかなって思ってるところなんですけど、もちろん当日発売されるものをたくさん買ってきてこう紹介した方がやっぱりたくさんの人に見てもらえるんですよね。それは数字が証明してるので、ついねそうやって本当に欲しいのかわからないものも動画のためだけに買っちゃったりっていうのも、正直そういうこともあったりして、本当にそういうのでいいのかなっていう、なんか矛盾、自分の葛藤とか矛盾とかを感じ始めてて、もちろんたくさん買って紹介して視聴者さんの参考になって役に立ててるっていう部分もあるんですけど、その一方で着ない服をたくさん買うこと、逆かな、たくさん買うから着ない服がどんどん出てきて、なんていうのかな、無駄にしてることとか、体は一つなんでどうしても着ないままシーズン終わってしまう服が増えてることとか、あとは買うだけ買って紹介して、じゃあその服をどう着回すかとか、ファッションで日常でそういうことをこうやる時間が取れないっていうことに、すごく矛盾っていう自己矛盾を覚えて、ずっと何ヶ月も葛藤っていうのはしてました。例えばスパッと私がもう島村の動画紹介するのやめますとかね、そうなったらもう多分見てもらえないんじゃないかなとか、私の存在価値ってどこにあるのかなとか、なんかそういうことを考えたりして、そんな感じでなんか自転車操業的にじゃないけど、これなんか正直やめられないっていうか、やめようとは思ってないですけど、なんかそんな感じでどん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 進んでいくしかないみたいなちょっと状況になって出て、自己矛盾を抱えたままどうしようかなっていう感じで、でもやめたら見てもらえないしみたいな、なんかそういう葛藤がずっとあってですねで現在今 Now です動画のためだけに買うっていうのもちょっと違うと思うし、これからは島パトは全然多分週に1回は行くと思うんですけど、コラボだから絶対買うとか、コラボだから追うっていうのはちょっとやめて、で自分がときめくものとか、いいよ、これはめっちゃいいよ、紹介したいとか、そういうものをどんどん紹介していきたいなと思うので、なんかコラボだけをこう追っていくのはちょっとこう減らそうかなと思ってて、もちろんコラボでもこれは本当に狙ってるとか、すごいめっちゃ欲しいっていうのは何買う動画も作ろうと思うし、今まで通りやっていこうと思うんですけど、やっぱりちょっと何でもかんでもコラボっていうスタンスはちょっと自分を俯瞰してみてやめようかなと思ったので、そういう自分のいいなと思ったものを紹介していくスタンスにしたいと思います。初心に帰って、自分が楽しんで島パトしてっていうところを目指していけたらいいかなと思っています。島村中心、コラボ中心に動画を作るスケジュールを組むと、私生活が島村一色になってしまって、他に作りたい動画だったり何かしたいことっていうのがちょっと制限されてきてしまうので、今後はちょっとそういうちょっとだけ空いた時間で勉強したり、コーデの動画を撮ったり、アイデアを考えたりとかして、もうちょっとこうインプットみたいな感じでの時間にしたいし、自分のこのチャンネルとか自分自身にもやっぱり枝もつけて葉もつけて花も咲かせたいっていうので、ちょっと自分が空っぽにならないように、何かを身につける時間っていうのにしていきたいなと思うので、そういう考えでおりますっていうことを、ちょっと言わなくてもいいかなと思ったんですけど、こうやって言うことで自分の中でもまとまってきたりするので、一回動画をねこうぶっつけ本番で回してみましたはい、これからも島村は好きだし島パトは続けるんですけど、コラボ中心っていうところからは一旦ちょっとだけ離れるかもしれないっていうお話でした。はい、
ということで、もし、他にも、なんだっけ、ルーティーンとかね、日常動画とかも上げてるので、ぜひぜひ、見てください。あと、インスタグラムもやってますので、見てください。なんか、そうだな、やっぱ、これはやっぱり視聴者さんが思ってる動画を作れなくなるかもしれないっていうのが一番の不安なので、ご理解とかいただけたら嬉しいかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。